札幌内駅は北海道蒲ト郡月形町あざ札幌内にあった北海道旅客鉄道札沼線の駅である。札沼線の区間廃止に伴い2020年5月7日に廃駅となった。1976年の札幣内駅と周囲約500メートル範囲、下が札幌方面、国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、 作成所在地名より、現在の札被内川を指すアイヌ語に由来し、アイヌ語地名研究者の山田秀造は、乾く小石の川を表す札被内に由来すると解釈している。これは寒気に水が干上がることからこの名がついたとされる。なお、長田法政による解釈や、駅名の起源などでは、札被内を乾く小さい川と解釈しているが、小さい川を ピナイと表す例は他になく、北海道が設置したアイヌ語地名普及会議が1999年度にまとめたアイヌ語地名リストでは、山田の会が自然であるとしている。短式ホーム一面一線を有していた地上駅、石狩東別駅が管理していた簡易委託駅であり、駅前の役店で乗車券を扱っていた。2017年により、 隣の豊岡駅までの乗車券のみの販売となった。駅の外観が似ていることから、隣の万世内駅と京大駅として知られていた。1976年時点では万世内駅と同じく島式ホーム一面二線だが、駅舎側は貨物積み下ろし線であり、実質的には駅裏側のみ使用する単式ホームだった。後に貨物積み下ろし線は、 新十津川側が寸断されて、引き込み線となり、貨物取扱い廃止に伴い撤去された。2020年5月7日の北海道医療大学駅新十津川駅間の廃止にあたって、同日未明にホームに設置されていた駅名表及び駅舎に掲げていた駅名板が撤去された。小さい町がある。駅前には薬店。約700メートルほど南に行くと、 撮日内小学校がある。ありがとうございます。